はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は特定のユニットで起こるコンビ演出がかっこよすぎるのでご紹介していきたいと思います。まず一組目、早急の剣ノクティス、そしてシンクの剣アーデン、この二人の演出を見ていきましょう。二人の LB はシフトブレイクラッシュ6ヒット、続いてアーデンの LB シフトブレイクペイン、こちらも6ヒットになっていますので、フルチェインするとマジでかっこいいから見てほしい。もうやっていきましょう。ほぼ同時押しすると、二人がこう画面のこう外にこうクロスするような感じで、まあこうかっこいい演出が見れると。まあただね、まあ威力に関しては残念なことになっていますので、ちょっとあれなんですが、めちゃくちゃかっこよくないですか？続いて、ネイリッカとリュースをご紹介していきましょう。ネイリッカとリュースはそれぞれ裏の LB になっていて、リュースはデミリウス、フルクシオをやっていきましょう。続いて、ネイリッカ、ジオ、ディストラクションをやっていきます。こちらの二人も同時することによって、こう、クロスする、そしてこう、カットインまで被せてくるっていう、めちゃくちゃかっこいい演出になっております。超かっこよくない？じゃあ続いて、残りの一組ご紹介していきましょう。はい、じゃあ続いては、ラスウェル、そして、ローエン親子の演出見ていきましょう。まず、ラスウェルの裏 LB、蒼天。そして、まずちょっと一回見ていこうか。まず、蒼天の LB に関しては、こんな感じで、天が、実装されます。で、ローエンの LB なんですが、ちょっと一旦マダムで LB 供給をした、アメヤミ使っていこうと思います。アメヤミを使うと、生が、出てくると、もうね、もう察しのいい方悪い方でもわかるかなと思いますが、そうなんです、二人の LB はなんとマッチするんですよ。あ、ちょっとリルムには申し訳ない結果になってしまいましたが、まあ、早速二人の LB 見ていきましょう。トトンと、いやこれ超かっこよくない？親子二人で晴天と、いやこれ超かっこいい。ということで今回ご紹介した3組は、まずはノクティスアーデンペア、そしてリュースネイリッカペア、最後に、ラスウェルローエン親子ペアという形で、まあ、特定のユニットで、発生するめちゃくちゃかっこいいコンビ演出をご紹介しました。ちょっとね、僕が思いついたのはこの 3組なんですが、他にも、まあ、例えばね、ちょっと見れればよかったんだけど、レインと例えばレーゲンとか、まあ、そういうペアでやこういう演出見れますよとか、なんかね思い当たるものがあればぜひコメントで教えていただきたいなと思います。次回動画でご紹介するかもしれません。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。